はいどうもー、はい、楽しみしご飯の時間、楽しみしご飯の時間、今間違ってこうやって連続思いっきりさ、楽しみしご飯の時間ですよ、ということで出来上がりました。お久しぶりでございます、お久しぶりでございます。サンドイッチ大会でございます。挟みながらがいい、挟みながらがいいという声をたくさんいただきまして、挟みながらをすることが増えて、もうすでに挟んできってのサンドイッチ大会というのはお久しぶりじゃないでしょうか。崩れるんでね、もうこれ難しいんですよ。はい、こうでございます。はい、いいんじゃないですか、いいんじゃないです。小松菜たっぷり、カニカマも入れちゃった。こうか、まあいいか。カニカマも入れちゃったサンドイッチ大会でございます。あだす、いただきます。よし、絞ります。溢れ出さないように、液体少なめで、氷が飛び出ました。少なめにしたのはいいけど氷が飛び出ました。はい、いきますよ。はい、乾杯乾杯乾杯、いただきます。よし、説明いたします。上からカニカマ、小松菜、ランチョンミート、天才味付け卵焼き、玉ねぎ、小松菜、トマト、あーごめん、違う違う違う、一番上チーズだ、一番上チーズ、そういう形になってございます。いや楽しみだ。はあ、いい香り、匂い嗅ぐのは良くないって分かってます。たくさん皆さんに教えていただいてますけれども、マヨネーズ先生もたっぷり入っております。カニカマいらなかったんじゃないか、贅沢すぎるぞという話でございますけれども、いただきます。うん、振りかけた塩コショウの量もちょうどジャストです。あ、ちょうど、うん、ちょうど、あ、全部ちょうど、このレモンの酸味が口の中にちょっと残っておいて、それもまたちょうど、あ、たくさん、たくさん入れたはずだけどちょっと弱いな。まあお時間いか、うん、いやちょうどいい、うん、小松菜丸ごとどっさり入れました。で、なんかほんとおいしいな。茹でると小松菜の栄養素が逃げるのかどうか、ちょっと僕はそこまで詳しいことはわからないんですけれども、味としては最高です。独特の香りとね、小松菜の、いやいいよ、うん、トマトもいい、うん、最高だな。ランチョンミートも熱すぎず薄すぎずね、これが、いや本当にこのサンドイッチって何でも言いますけど、前の先生、トマト、ランチョンミート、もうこれだけで十分なのよ、これだけで十分なの、ここまで来ると贅沢すぎるんですよ。もうこれ本当バランスの、栄養バランスのしっかりとれた食事になってんじゃない、こうなってくると僕はそう思うよ。
うん、こんなに美味しいんだろう。これぜひ皆さんにもやっていただきたい。いや、今までね、そういえば本当に数々のサンドイッチ作ってサンドイッチ大会してきましたけれども、久しぶりだね。本当に久しぶり。これチーズもいい仕事してるよ。はい、もう一回どうぞ。うわ、これ綺麗だね。こうやって見ると、こうやって見ると綺麗だね。本当にサンドイッチ楽しいね。本当楽しい。作るのも楽しいし、食べるのも楽しい。これぞまさに楽しい、おいしいご飯の時間ですよ。挟みながらだと、あ、何挟もう、これ挟もうか、次これ挟もうかって言いながらさ、もういい子、家族でも友達、アグンジャーでもね、自分一人でもそうやって楽しいし、こうやってちゃんとっていうか並べて切ってやると、今度はこれ汚れづらくて食べやすくて、そういった楽しさも最高じゃない。どっちにしたって楽しいんだから。うん、おいしいのは当たり前。そこに楽しくくっついてくんだ、サンドイッチには。まあ僕の場合何でもだけど、またやろう。パンあるから、次回何挟もうかな。やったことないのやるのもいいけど、いつも通りのというか、やったことあるのでもいいでしょ。ね、見返してみようかな、たまには。久しぶりに自分で作ったサンドイッチ、サンドイッチシリーズ、サンドイッチ大会シリーズ、はあ、白身魚のフライとかでもやったね。あれも美味しかったな。卵デビルサンドかなんかの系統で、卵だらけの、うわっしゃ、うわっ、ドッカンってなってるのもやりましたね。あれも美味しかった。人参、人参だらけの、ああ人参だらけのもいいな。あれも美味しかったからね。ああ人参のも美味しかったな。あと何挟みました。ブロッコリーやら菜の花、うん、菜の花も美味し、まあ、全部美味しかった、全部美味しかったです。ぜひサンドイッチ大会シリーズ皆さんも、あ、やっときましょうね。終了画面とあれ、このカードでやっておきますから、ぜひ皆さん見てみてくださいね。サンドイッチ大会、そう言って忘れることがしょっちゅうあんの。やっと来ないとか、やっときますからねって言ってしょっちゅう忘れるんですよ。でもそんな忘れないでしょ、サンドイッチだから。完璧だ。栄養バランス完璧。あ、納豆サンドも美味しかったね。納豆サンドも、
今日のこれは相当強力だった。相当強力でしたよ。白身魚のフライ買ってきてやりたいね。業務スーパーに行ってみたんですよ。でもね、僕がしょっちゅう食べてるこのサイズの白身魚のフライがなかったの、なぜか。ちっちゃいお弁当用の用のやつですよみたいなやつがあんのあったけど、このサイズのがなかったからやめたんですけれども、また行ってチェックしていきたいと思います。あったら買ってみます。ハンバーガーさんだろ、もしかしたら。終了画面とカードにサンドイッチ大会の何個かやっています。ぜひご覧になってください。お久しぶりのお久しぶりのサンドイッチ大会。小松菜やらカニカマやらランチョミートやらトマトも贅沢に栄養バランス抜群で挟んだミスター健康木島のサンドイッチ大会、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうと。